前回のゼニバカは、クマさんやワニさんの力を借りて叩きどころを制した前半戦。兄貴は通常時だが、クリボーは現在上位 AT 中。果たして後半戦、勢いそのままに大量出玉獲得となるのか。それではゼニバカ動物園後半戦がスタートです。猿、また俺に餌もらいに来たのか。久々にやるよ今日は。何？毛づくろいしてるからしてやるから餌よこせってな。今日やるよ、久々にやるよ。猿、よかったね。アニマルマスターだよ。情報あげよう。お待たせしましただね。いや、さすがです。ゼニバカ動物園前半戦、まあ、後半はもうあとは俺はもう伸ばすだけで、兄貴がやってくれよ。あれ打つの？まあまあ打ちます、打ちます。まあ、それは全然好きにしていい。散々俺も好きにさせてもらったから。いいね。あー、こう戻ってきましたよ、このふてぶてしい感じ。最近はなんかたまに、あれ、ごめんな。俺、大丈夫、やるから。大丈夫、出るから。よくない。兄貴に会う動物さん、俺はもうクロコダイルとアナグマがいるから、そう、この二大巨頭でやっていくんで。まあ俺もアナグマで一応巨頭って言ってるから。クロコダイルじゃないけどね。アナグマ地味だよ。アナグマでもアナグマ良かったよ。兄貴、俺アナグマ、うん、こうやってやってんのよ、うん、こうやってやったらもう卑猥なのよ。あんま良くないのよ。それ良くないのよ。なるほどね。はいはい、はい、ちょんってやった方がいい。いや、まだ俺肩が分かってないから。ちょんね。アナグマをこう触るみたいな。触るみたいな。やりましょうよ。やってやる。俺もだからまだ目指してるから。何を？バルブレイブでコンプリート。そうだね。当たり前だよ。確かに。で、4時間そんなへこんでないから。確かに。ピンピンピンだ。いや、まあ確かに全然やれてますよ。勝ちましょう。勝とう、今日は。はい、犬が笑ったよ。ああ。犬なんてもったいないよ、こいつに。なんだろう。ケジラミとかだろ。お前、ケジラミ。ああ、仲いいもんね。仲いいよ。ケジラミだろ、お前。ちょいちょい定期的に。ケジラミとトコジラミ。ケジラミとトコジラミ。無視してる。というわけで、坂上動物王国ならぬ、ケジラミ動物王国、スタートです。さあ。私はこっちに1000枚入れてあるんで、1181枚持って、だから2000、まあもう自分の分は投資分は返ってくるという状態で、上位18。いや、素晴らしいよ。やっと、まあ蹴りつけられそうですわ。これトントンで終わるようじゃまだなんかモヤモヤするけど。まあ確かに、ね、俺はこんなので終わらないから。よし、いきます。おっす。いや、やっぱクロコダイルデス、なんだっけ、クロコダイルデスロールね。デスロールのこれが良かったんじゃなくて、俺は何が良かったって、ちゃんとワニが、うん、獲物が向こう向いた瞬間まで待ったっていうのが良かったと思う。いや、まあ、確かにそう。あそこで早まったってダメだから、水面から顔を出すときはしっかり噛みつける時じゃないと、ね、そう今だって時をちゃんとやっぱ見計らった、うん、あれはいい間だったと思う、はい。まあ、だから、まあ、このプレミア配信してる時でもいいですけど、まあ、コメント欄とかにね、はい、皆様の最強だと思う動物を、あ、ぜひ書いていただければ、なんとなくイメージでやれるような動物があれば、今後ねゼニバカ動物園がまた開園する可能性ありますから、開園した時に、はい、そう使わせていただく可能性あるんで、ぜひ、ね、はいはいはい。イケメン君ね、イケメン君これ名前なんて言うの？イケメン君はね、俺もちょっと覚えてない。おお、スイカで乗る嵐さん、いいじゃん。ってことは、あ、200なんだ、素晴らしいよ。はい、いいでしょう。あ、200が 14% で300が 15%。 はいはい。あ、100以上だっけ。100はないです。500が 4% です、ね、あ、そうか、500。なるね。これ300着地で、いや、でかいでかい。広角だから関係あるか。いや、多分関係ないと思うよ。いや、 1% だよ。今たまたま見てたけど、ああ、あるな。100は500だからね、そこね、通った。暑いぜ。いや、これをどう、あ、でもな、俺ね、海の刺激まで使わないですから。あ、分かりました。アニマルはアナグマも、アナグマ一発ちょっと入れとくか。アナグマ、うん、アナグマで行くか。じゃあ、ここアナグマはありじゃない。
穴熊で引くか、ちょっとゴニョゴニョ、ダメダメでした、ダメだったいやでもね、ここはまあいいスイス、あんまりあの大事だけど全てではないの、ま、間違いないんで、まあ確かに、はい、これの台はこれ A 点とかいってほしくないな、あと頼んだよ展開は、任せよ、俺はだって今見てるゼニバカ視聴者の皆様には展開とかじゃないから、もう俺が何枚いっただけをもう見せるもう動画になるんで、ここから、はいはいはい、切りつく瞬間となんかこうパチスローのなんか見せりゃいいじゃん、いろんなの、例えば、え、いやだから負けたり勝ったりのなんかそのハマったけどこのゲーム数だからとかやればいいじゃん、モードがとかやったらいいじゃん、俺モードとかもないから別に、もう載せるだけなんで予約行ってバカにするちょっと、でもねそれでいいの、はい、兄弟はもう常に俺をバカにするっていうのがまあ勝ちムーブだからまあ分かりますよ言ってることは、そうそうそう、そうしてた時の方が勝ってた、勝ってたから、もうこれは生意気とかじゃないのよ、そう分かる分かる分かる、俺も別に生意気したいわけじゃない、そう、そっちの方が勝つ、そうそう、俺たちの型なんでこれが負け出してから荒瀬さんごめんって言い出してから、そうそうそう、より勝てなくなったから、そう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 、2人がそれで良いならどうぞ続けてください、はいはいはい、いや、やるわ、まあ中間だからな、こんなもんは、確かに2848、まあ、後半一発目だから、うん、いただきますわ、この後半の景気づけに、さあさあ太田試合、これから開演するのはサーカスと動物園の夢の共演、アニマルパワーをその身に宿し屈指の猛獣使いクリが、この後放つはまたもやデスロー、かそれとも新しいアニマルか、さあ運命を切り開くショータイム、皆様最後まで覚悟せよ、いざ開演、まずは可愛いアナグマちゃんから運動がスタートしました、まだアナグマでいく、ということは見えましたね、この流れ、やはりうちのスターはあいつしかいない、赤ね、ペットボタン押してる皆さん、これもアクシデントもまた演目の醍醐味です、私は実は気づいてました、ただ相手に気づかせる方がいいのか、それともこっちが逆に騙された方がより自然なレバーができるのか、いざだめて、あ、ダメージが肘にデスロールのダメージがまさかの猛獣使いクリにワニが噛みついたこれクロコダイルまだいけるのかな、クロコダイルはまだいけると思いますよ、なぜなら奴らは一度逃しても二度目三度目で食いちぎる、応援してる、猿が応援してる、猿に目を行った瞬間だ、猿に目を向け、猿に目を向いた瞬間行くぞ、わあ完璧なアニマル2プラトンアタックだ、触れろ、わーい、通ったね、まあ赤だったからね、いや猿にね目行ったんすよ、油断はありがとうございます、ありがとうございます、マジでありがとうございます、だからマックスベットもあえて指摘しなかったのが良かったと思う、あそこだったら負けてたかもしれない、ね、相手もあれで一回油断させたから、ありがとう兄貴、俺まんま出すわ、行っちゃっていいよ、
クロコダイルデスロール×モンキーマジックの炸裂ですね。これで兄貴思う存分バラブレイク出るよ。ありがとう。脳内で勝手に炸裂させていてください。ありがとう。いやナイスだ、ナイスファイトでした。あ、よかった。まあ、あ、まあね、こういったらでかい。あ、でかい、これでかい。あ、でかいね。はい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 。ああ、はいはいはい、これは線いくやつじゃない。いやでも60だったね。あ、いいね。よし、よしよしよし、線いった。分からんけど線4500いきそうだよね。え、クロコダイルキスでやったかか。あ、でもすげえ。クロコダイルキスで1420。 OK OK。俺はもう今日これ出し切って帰ろうかな。いや、いいと思う。うん、2人き頑張ってね、閉店まで。ああ、全然いいよ。俺は喜んで。俺らみんなで焼肉食いに行くから今日。クミちゃんはいけないよ。クミ方でも納得してないですよ。引きつった笑顔で今俺を見てましたよ。うん、でもしょうがない。閉店まで打つんだから。でもその代わり魅力的な提案してあげる。うん、ノリでいいよ。乗り打ちにしてあげる。いいな、国方いいな、乗りで。閉店まで全突破するバルブレープ乗り打ちにしてあげるよ。いいな。現状マイナスなんですよね。現状ね。現状はね。まずい。え？いや、次の700抜けたらもう本当閉店です。おいおいおい、勘弁してくれよ。来た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 。え？来たぞ来たぞ。あ、来ましたね。やっと俺が久々にこういい会が生まれたと思った時に閉店とかやめてほしいわ。あ、いいですね。待って、今ズームインあさってまでやってる。あ、ズームインはやってるんじゃない。嵐さん、有出モードかバンバン行ったらズームインあさって移ってもらいに行こうか。あ、そこでしょ。この格好で、この格好で。あ、それは全然。ゼニバカの格好でズームインあさ後ろでこうやってやるっていう。あ、もうそれはもう喜んでやりますよ。それマジで朝みんな待つよね、見るよね。もうみんな俺家族総出で起きて見るよ。今から来るぞ、この黄色いシャツ着たやつ来るぞっつって。あ、来た来た来た、はい、よかったよかった。700 B 点だ、しかもマリエだ。よーしよしよしよし。俺もね、終わるから、まあ一緒にこうしましょうよ。頑張る。まだ俺に試練を与えるか、カラクリサーカスは。と伸ばして伸ばしてみたいな感想はないわけだな。でもまあやっぱ早いね、もう4分前か。早い早い、もう。まあ、とりあえず兄貴のマリエ見ます。いや、兄貴とりあえずここ通しましょう。おっ、で革命ボーナスと。もちろん。いや、これで初当たりが革命ボーナスに寄ってくるようだったらマジでなくはないからね。マジであんまり兄貴楽しそうにやってるから、もうあんまり言いたくないけど、もう一回だけ言うよ。マリエ外したらもう移動だよ。分かって。もう打たせないよ。右手溜めてある。まだ早い。ここはまだ導入パート。マリエ、マリオって外れるの。まあ外れるよ。あ、めっちゃ外れないよ。多分外れないって言ってる。いや、外れるのはないって言ってるだろ。おめえ舐めてんな、マリエを。ただまあめっちゃ引いてるから、もうブイドロイしてるかもしれない、中でしなかった。ナイス。しかも革命プッシュだから、革命ボーナスですよ。あ、本当。はい、外れないもんね、マリエは。あ、さ、外れないでしょマリエは。でも油断はしないでください、皆さん。本当に確定ではありませんから。あー、よかった。 OK で革命ボーナス。革命ボーナス。じゃあ俺も行っちゃうか、ここは。行っちゃってくれ。終わった。俺も3打数3安打決め込んでやるからさ。まあ必殺技を手に入れた兄弟に資格はなさそうだけどな。今とこないね、オール黒ね。オール黒。あ、いいぞいいぞいいぞ。向こうに目向いてる。今だ。ナイス兄貴、大丈夫大丈夫だ。ありがとう兄貴。
前は悪くない。やっぱ工場だったかな。で、マジかー。いやまあまあでもナイスファイトよ。正直。だってこれ4,500万でしょ。あ、1000枚あるから4300、4400枚。全然よ。いやだから、ね、でもまあ久々にいいカラクリサーカスを打てました。いつマイターンだ。そうだね、兄貴のこっからは超革命で、それ天国は見ますわ。ダメだったじゃねえかと思ったそこのあなた、正解です。いや、あんま聞いたことないね。このまま行く、このまま行く。おっし、どうした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 。今あのカウントアップスタンドアップをずっとやってたんですよ、アラシステムの。はあ、はい、通しましたよ。カウントアップスタンドアップ、カウントアップスタンドアップ、このここのカウントが止まる瞬間にレバーを叩くってやつ、ね、カウントアップスタンドアップ、はい、リズム&ブルースの派生です。カウントアップスタンドアップ、おめえ通したんだからもうちょっとなんかねえのかお前。おめえのさ、アナグマだ、デスロールだ、俺はやってたぞ。おめでとうございます。すいません、やりますよ。いや、ただ兄貴、 あなたね、今日そこは通してるんですよ。確かに。その後がだらしないのよ。まあ確かに。これはもうはっきり言うわ、さすがに3連続外したらもうそれないよ。分かってる。あなたバルブレイブ打つ資格ないですよ。分かってるよ。裏ダークサイドレボリューション違うの。裏ってこれだ、ここだ。光が向こう行った時に叩くのがダークサイドレボリューション。キョト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 、カットオス。まず一発。キョト引いたの？キョト引いた。あの人出ないからね、敵は。まず一個。いや、ここで俺は油断しない。やるじゃん。だから僕はもう、じゃあ嵐さんの昇格名前で一回当てとくわ俺これ。はい、88ゲーム。着地引いたんだけどね。うわ、通せねえ、弱レア役じゃ。なるほど、引くか。かあっ、あーかあ、やっちくしょー、やっちゃう、あったーシーなに天国なのシーだっけ。なんだっけ、なんだっけこれ、なんだっけ、市場が期待できて天国みたいな感じじゃなかったっけ。そうだよね、エレオノールより強い、強いよねこれ、じゃあマジでいってほしい、マジでいってほしい。大丈夫大丈夫。まあこんなんは普通飛んだ、だって 77% もあんだよ期待で。はいはい、こんな飛んだわけない。よし、3戦目俺行くわ、そっちまで。 OKOK、 77% あんだから。よし、普通飛んだ。いや、しかも俺 CEO は天国でしょ。 CEO は天国、兄貴がこれ超いったらマジで今日バカ勝ちできる。 OKOK、 これでそうだよ、上段にリップ止まれ、上段にリップ。あー、 10% あるよ、 10%それ、 10% 取れ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 、落差ゼロ、落差ゼロ、はい、ダメだ。まあ落差せねえか、バルブレイブは。とりあえず準備中だけ一回アナグマ呼んでみる。待って待って、行くわ、うん、一回アナグマ呼んでみる。あ、もう呼んでみるなんだあれ。これチョンでしょ。あ、まあそう、アナグマに、うん、
もう好きに行っていいっすよこれは兄貴。いや迷うね、マジで俺も迷うと思う、うん、デスロールではない気がするんだよね俺は。なんかねワニ属性じゃなかった、まあ、ここで使うかどうか別として俺がさっき思ったのは、俺ワニうまいじゃん、ワニうまい、俺のワニに噛まれた嵐さんがそのワニの噛まれた痛みでそのまま打つっていうのも俺できんじゃねえかなと思った。人間のなんかカジバのクソ力的な、ワニに噛まれても致命傷よ、うん、その状態の人間って強いと思わない？まあ、うん、それもだからあると思う、そういうのも。なんか水辺だな魚とか結構いるかなのかな、あーでも濁っててよく見えないな、あーちょっとわかんない、なんだ、ナマズ？なんかいるの？お？お？寸劇が日に日に長くなっていきますが、成功してるのでやめられなくなってます。ここまで来ちゃえば出るはずなんだよ、バルブレイブって。オッケー、完璧です。当たり前です。じゃあもう思う存分打ってください。俺はこの CO は天国やって、まあ終わるかどうか、オッケーオッケー、分かんないですけど、いきます。ちょっと一服させてもらおう、はい、あ、今九死に一生得たから。いやーすごい、やべえ、九死に一生か、そうっていう技か。いやーこれで通るのがいいな、やっぱいつゼニバカだな、いつゼニバカですよ。 あんなレバーの叩き方する番組多分うちだけですし、いや本当に皆さん、普通の番組でやったらお前らマジ真面目にやれよって言われるだけこれがいつゼニバカです。まあ、俺と嵐さんが本当に今流行ってるバトルモンとか出たらこういうチームですよ、作りますよ。確かに確かに至って真剣ですよ、もちろんです、だって通るんですもん。いや本当に超革命、今日両方いけると思わなかった。いや両方上映ってこの2機種でやれるっていうのはまあまあな展開だよ。三強のカバー上がったんじゃないかな今の時間で。まあまあもしかしたらね、あやっぱ三強だよねってなってみんな株式取引が活性化したかもしれない。本当だよ、あと動物園の株価も上がってるというねいや本当に動物園行きたいな、好きなんだよ、ね、動物園。逆に島ごと撤去されて株価は下がると思います。ああそういうことなんだ、なるほどね。俺もうワニのさっきのワニ意外と力なんか使った、はい、あれ今近んなかった、気のせいかな、いや近った多分、通りました。ワニで、あさっきのワニの力が残ってたかもしれない、ありがとうございます。音消えた？聞こえてないんだよな。聞いてなかったね。おい、分岐来たぜ、分岐がよ。マジ？はい。さあ兄貴、絶対取れよ。まあこれはもう違う、分かってるよ。だけど絶対取れよ。もちろん当たり前じゃん。ゾメシャイハッシャイ。継続、まあまあいいでしょう、いいっすよいいっすよまあ継続することが大事だから、大事だな。20でかーい、いやいいっすよいいっすよ、まあ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 、マジかよ、うわー変なタイミングで終わる全部、あらら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 ら、すいません。まあいやいや全然ですよ、やめます。だからこれで兄貴が続くならなんか違う台打つし、ちょっとまあ、
いろいろ見て考えます。およし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 、 OK。あ、嬉しい。一応ね。どうしたどうした、いや追い詰められたからちょっとゼロ式をクリアしたら2度目の革命分岐ですよ。もう分かった分かった兄貴、先にやっときます。アラシステムに敗北はない、はいはい、兄貴ん、もう2択当てよう。当てるかね、当てよう、2択を当てよう。どっちだと思う？右だね。じゃあ左だな。じゃあ左行くわ。まあ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 、でも良かった、終わんなかっただけでも全然いいんですよ。二択を当てに行こうって気持ちだったら当たるんじゃないかと思ったら、そうでもなかった。そうでもなかったね。いやでも20が多くてね、スーパーハッピーですよ。もともと決まっているからね、そのそう演出だから。改めてこれ知らない方に言っとくとね。そうだね、そう、まあ、俺は未だに二択って信じきってるけど、兄弟はそれでいいと思う、うん、だからそうじゃないと嫌だ。ピュアボーイだ、ピュアボーイだ、そうそうそう、兄弟はピュアボーイ。俺女の子をおしっこしないと思ってるまだ。ピュアだねそんなピュアボーイでも一時の父親になるんだからそうだよ、コウノトリっているんだな。14歳の時に革命が起こって分岐した結果ピュアになりました。うわ、乗せた乗せた、アセットス、あの 京都役引いた。珍しい。いやー下院まで行くのは超珍しいですね。まあゲーム数が残り短かったからっていうのもあるでしょうけど、とりあえず兄貴のチャレンジ安心して見れるでしょ。はいはいはい、俺ちょっと腹切る。あ、行った、行った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 来た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 よ、これが見たかったの。おしおし、クリちゃん閉店までね、いけ、頼む。つうかあれ注目はどっ、やっぱ洪水か。こっから上がることないの？こっから上がることはない。ないんだ。いやまあでも全然。まあでかい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 。はい。どうした兄貴？なんか止まったけど。大丈夫大丈夫。そんな、さっきもこれで革命分岐引いてきた。さらっ、ザッ、ああ、さっくか、え、継続します、継続します。え、浮いた。いやいや浮いたじゃなくて、いやいや、まあ、引き戻しまで込みだから、まあ焦っちゃダメよ、もうほんと、ほんと大丈夫大丈夫、そんなバカな話じゃない、そんなバカな話、大丈夫大丈夫大丈夫、引き戻すから、マジで引き戻す、マジで引き戻す。あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。見ようぜ、じゃあこれで当てて引き戻すわ、せーの、おおお、え、長野の信州星野、信州信濃の荒引きそば、おお、ありがとうございます。これで引き戻しも、これ最終ゲームなんで、次はこれは荒引きそばですから、いけ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 、微妙なとこ来ちゃったから200まで見てもいい、はいはいはい、今弱点引いちゃってるし、しゃーなし。まあというわけで、残念ながら最後200のゾーンは当たらずということで、ただまあ一応ですね、
なんとか兄弟の助けを借りて聴覚名入れることができたんで100枚以上は売りましたんで、諸国はありますが連勝でございます。まあとりあえずですね、ここからまたガンガン勢いついていくんじゃないかというところに。お疲れした。ああいいですね。お疲れした。ああいいですね。ご機嫌ですか。そりゃそうでしょう。いやまあ悔しかったけどね。そうだね。なんかだから嬉しいけど悔しいよね。嬉しい分悔しいというか。もう一伸びしてればね、まずドライブランプあったかもしれないから。そのコンプリートっていうゴールがあるけど、そこはまあね、そうあれですけど、それ以外は結局悔しいんですよ。悔しい。うん。うん、そうなんですよ。だああいうのだと思いますよ。ショート動画にするのはずみしょっぱさ。そうです。多分本当に、はいはい、うん、タイトルの付け方次第ですけど。付け方次第。見ちゃうもん僕。ワニに噛まれた男が超革命入ったっていう。どういうことかなって。俺見ますもんね。どういうことかな。実際そうでしたしね。ワニに噛まれた男が超革命に入った件について。やれることはやった。2人でやれることは全部やったよ。来店とかでワニで噛んでくださいとか言わないでくださいね、皆さん。さすがに疲れるし、店員に何言われるか分かんないんだよ。まあ確かに仕事で行った時に、あの、ウリさん、あれはちょっといや頼まれた、あれ頼まれたんですよって。で、まあ今日は、僕、じゃあ僕が発表しましょう。まずそうですね、投資がですね、まあ4万2000円とまたやばいんじゃないかと思わせつつ、うん、回収が4228枚、はい、プラス2296枚の、価値でございます。ありがとうございます。久々にカラクリで、この南葛西でのカラクリで勝ってたというのは、やっぱ気持ちいいね、本命の石に一通るとね。気持ちいいね。あと技ね。技ね。技が良かったね。やっぱあの動物にこう発想を持ってった天才性をやっぱ感じたよ。やっぱ世の中で生物ですよ、全ては。で人間が一番愚かだと思ってるんで。俺も。そうでしょ。で兄貴も。まあ、僕はあの投資がちょうど30本だったんで1380枚で、流したのがですね1650枚ぐらいかな、はい、だから270枚ぐらい。いやプラス、はい、プラスになりました。プラスは2人プラス。ありがとう。2人で2500枚ですよ。プラスですよ。ちゃんと払ってよ、辰巳出版さん。ギャラな。ギャラ、うん、大丈夫。払えるんですか。もう言っといた方がいいんじゃない。払えるんじゃない辰巳出版さん。お任せをたってそうは言いませんからね。我々ちゃんと見てますから。すごいね。もうリリー・フランキーぐらい声ちっちゃかったよ。本当にまあちょっとあの涼しくなってきたんで話が止まらないんで。いいっすね。まあじゃあそろそろ締めますか。はい、はい、まあというわけで、なんとかですね、2人揃っての勝利、そして強い兄弟が帰ってきたということで、ただいま、はい、ゼリバがこれからますます躍進していきます。今後も応援よろしくお願いいたします。ステッカー準備中なんでご期待ください。お願いします。ありがとうございました。